はい、こんにちは、まめと申します。ノイシス02羽化実況プレイ続きやっていきたいと思います。前回はお昼休みですね。千代先輩、ナユタ、小読でお昼を食べた後、ゆきちゃんはですね、倒れて保健室に行って、その保健室からの帰りですね、保健室から出ると廊下には小読が立っていた。ゆきに会いに来たのか。ううん、サボりか。しぐれだって昨日午後ずっとサボってた。ちゃんと出席日数は計算してる。大丈夫だよ。責めないんだね、私のこと。ユキが頼んだって言ってた。何か隠してる。小読みもユキも。ねえしぐれ、なんだろう。その先の言葉は小読みの口からは出てこなかった。ただ口を結び、肩を小刻みに震わせているだけだ。無理に言う必要ねえよ。ねえしぐれ、お願いがあるんだ。千代先輩と付き合ってほしい。ううん、付き合ってあげて。何を言い出してんだ、正気か。しぐれはさ、今好きな人いる？いるわけねえよ、そんなの。ならいいじゃん、迷うことなんかないじゃん。全然よくねえよ。どういうつもりなんだよ、意味わかんねえよ。お前それでいいのかよ。俺らってそんな薄い関係なのかよ。そうだよ、私としぐれはただの幼馴染。しぐれとゆきちゃんもただの兄と妹、それ以上でも以下でもない。だからしぐれはね、千代先輩のこと好きになればいいんだよ。好きなんでしょ。今夜も一緒に通り魔事件を調べに行くんでしょ。私がそんなことも知らないと思ってた。全部お見通しなんだよ。私はね、しぐれにははっきり態度を決めてほしいだけなんだ。ゆきちゃんに対してもそう。あの子の方をどれだけ涙で濡らせば気が済むの。俺はみんなと仲良くしたいだけなんだ。そんな言い訳通じないよ。しぐれの心は一つしかないんだもん。小由美、俺は。ナユタはね、そういう優柔不断なしぐれくんが好きだよ。俺の後ろからナユタが現れ、左腕に絡まる。ひっつくなバカ、今大事な話してんだよ。ナユタはしぐれくんを困らせるやつ大っ嫌い。千代先輩と付き合えたって何それ。自分に告白する勇気も自信もないからって人を傷つけるようなことばっかり。そうやってしぐれくんを困らせれば気を引けるとでも。そんなんで相手が振り向くと本気で思ってるの。思考がお子様のまま停止してるんだよ。しぐれくんがあんたを構ってあげてるのは単に幼馴染だからって理由だけだよ。誰にでも優しいんだよ、この人は。自分にだけと勘違いして振り回したところであんたには絶対振り向かないんだよ。行こうしぐれくん。ぐいぐいと腕を引っ張り、ナユタは強引に進んだ。一歩踏み出すたびに小さくなる小読みの背中、まるでそのまま消えてしまいそうなほど薄く溶けてしまいそうな彼女の背中だった。腕離せよ。その一言でナユタは足を止める。小読みをあのままほっとけねえよ。そうやって好きでもないのに優しくするんだね。そういうのすごく残酷なんだよ。今戻ったって小読みって子が惨めな思いするだけ。でも大丈夫だよしぐれくん。小読みって子が一番恐れてるのはあなたに嫌われること。しばらく時間を置けばすぐにいつもの調子に戻る。険悪な関係になるよりは気持ちをリセットして普通に接した方がいいからね。でもね、それを友情とか幼馴染だから当たり前だと思ってしまうと、きっと二度と関係の修復はできないよ。ナユタはその方が都合いいんだけどね。俺はナユタを睨み続けていた。サボりだよしぐれくん。ちゃんと残りの授業も出なきゃ。残念、それもうすぐ終わる。出たかったな授業。学生の本分は勉強だからな。その時授業終了のチャイムが響く。ガタガタと一斉に椅子を引き立ち上がる音が聞こえる。
すぐにこの廊下も部活や帰宅を急ぐ生徒の喧騒で包まれるだろう。でも小読みに一言くれてありがとうな。結果は最悪だったけど、誰かが言わなきゃいけないことだったと思う。今日のあいつは本当におかしかった。ナユタはね、都合のいい女でもいいんだよ。でも小読みって人は違う。しぐれくんに優しさをかけられてもあの子は拒絶するよ。そのくせしぐれくんがあの子の元を離れたら立ち直れないくらいショックを受ける。だから千夜先輩と付き合えって言ったんだよ。勝手に聞いてんなよ人の話。最初から好きな人に恋人がいた方が諦めつくって考えてる。恋人がいたって幼馴染っていう関係は崩れない。そんな甘いこと考えてる。珍しいな。お前みたいなのが他人の心配なんて。ナユタが心配するのはしぐれくんのことだけだよ。すぐ女の子に優しくしちゃうから、変な虫がつかないかナユタは心配なんです。なあ、俺ってはっきりした方がいいのかな。できるならとっくにできてるでしょ。人が変わるには何かきっかけが必要なんだよ。それも極めて残酷なきっかけが。でもそれは男の子だけ。女の子の心なんてすぐに変わってしまう。変わるななんて言う方が無理。俺たちいつまでこのままいられるんだろうな。だから子供のふりをしてる。認めたが最後。しぐれくんたちの関係は、なんて読むんだ？しちゃうからね。そうならないようにお互い釘を刺し、ギリギリのところで離れないようにしている。取り巻く環境が変わっても私たちはずっと一緒だよって、そんな寝言をパッチリと目を開きながら言ってる。その通りだ。悪いか？うまくいきっこないよ。うまくやるさ。魔法でも使わなきゃ無理。なら魔法使う。ナユタはさ、使ったんだよ魔法。それはすげえな。でどうなった？みんな死んじゃった。笑えないオチだな。そしてナユタもこんな体になっちゃったんだけどね。彼女の肩を抱き寄せ胸へと導く。サラサラと結ばれた髪が頬をくすぐった。払ってよしぐれくん。そんなことしねえよ。だってお前見えないところで苦労してそうだし。胸がドキドキする。やっぱりしぐれくんナユタのことマジでうぜえと思ってる。ドンと突き飛ばし、しっしっと手で払う。素直じゃない。悪いな、これから用事あんだよ。スタスタと歩き始めるとナユタが後ろからついてくる。ナユタもついてっちゃおうかな。腕を背中で組み、上目遣いで俺の前に回り込む。来んな。生徒会室なら行ったって無駄だと思うよ。ナユタの言う通り、放課後の生徒会倉庫は無人だった。昼休みに放課後ここで待ち合わせるよう先輩と約束したのだが、チアって人ならナユタたちとお昼ご飯食べた後に帰ったよ。なんでお前がそんなこと知ってる？仲がいいからです。ナユタとチアはとっても仲良しさんなの。だから教えてあげたんだ、彼女の探し物のありかを。ネズミを目の前にしたかした蛇のように、彼女は目を細めて俺を見つめる。冷酷な血と体温の通ってない爬虫類の目。こいつはなんてことをしてくれるんだ。千夜先輩の探し物、それは通り魔事件の犯人さんたち、例の宗教団体の人たちね。まだ生きてるんだ。教祖様が亡くなった後も残りの指輪を大切に保管してたから、ナユタね、隠れ家に遊びに行ったの。それナユタにちょうだいって。はは、そりゃ怒られたろ。ナユタはポケットに手を突っ込み、ジャラジャラとした白い塊を机に転がす。その白い塊は、腕から解放されるや否や凹凸色をした机の上に散らばり、いくつもの細かい影を落とす。
象牙色をしたサイコロ台の無数の塊、それは引き抜かれた人間の歯だった。ナユタ、いい子にしてたから丁寧に対応してくれたよ。嬉しそうに彼女は目を細める。肉食獣が獲物の頸椎を噛みちぎった時のような腹を満たす肉への喜び、そんな嬉しそうな笑顔。こいつはきっと人間としての良心を持ち合わせていない。もっと異質で深い病理に覆われた黒い心理を感じる。ナユタはね、正義の味方だよ。自分の主義主張を通すために殺人を犯す集団なんて壊滅させなきゃダメだよね。それは警察の仕事だ。お前にそんな権限ないだろ。うん、ないね。だからナユタはね、警察にできないことをしてるの。指輪の残りは二つあった。だけどナユタが必要なのは片方だけだったから、指一本で許してあげたんだ。無邪気に語るナユタの表情、屈託なく持ち上がる唇。しかし、その瞳だけが笑っていなかった。邪悪だよね、あの人たち。あんな危険なものをご神体として崇めていたなんて。チアって人は残りの指をもらいに行ったよ。チア先輩はお前みたいな爬虫類のような人間じゃない。そんな拷問のような真似しない。指輪はね、指の肉の中に埋め込まれてたんだ。アリカをなかなか喋らないから口を割らすの大変だったんだから、まあ文字通り口を割ってあげたんだけどね。あの指輪はね、指を切り落とさなきゃ手に入れることなんてできないよ。でもあの狡猾そうな人のことだから殺しはしないだろうね。ギリギリのところで生かして、あの宗教団体の生き残りうまく使うと思う。宗教団体の連中はどうして通り魔事件を起こしたんだ？それと指輪をどうやって手に入れたんだ？教えたらナユタにご褒美くれる？偉いねってナユタを褒めてくれる？教えてくれ。礼くらいはする。どんな風の吹き回し。ナユタの話を聞いたらシグレ君怖がって抱きついてくれるかと思ったのに。誰が抱きつくか、てめえなんかに。ナユタは再び目を細めた。放課後の喧騒に包まれた学校の中、この場所だけが静かに時を刻んでいる。彼らはね、見惚れるような美しい唇がゆっくりと開く。彼女の作り物のような性格の中に時折、大人びた哀愁が覗く時がある。それは雲間の合間から覗く月のように冷たく青白い光を帯びていた。宗教団体通り魔事件の犯人と思われているグループは、もともとはウォーターサーバーの宅配会社だったんだ。何年か前の地震の時に起きた放射能漏れ事故、その影響で水を売る商売を始めた。飛ぶように売れたらしくて、この地域一番の水の宅配会社にまで成長したんだ。そんな時に創業一家が怪しげな装飾品に手を出した。三つの指輪を手に入れたんだ。もともと水の宅配で地域の家々とつながりが強かったから、怪しい宗教みたいな関係になるのも時間がかからなかった。放射性物質を含んでいない水がいつの間にか神聖な指輪の光に清められた浄化された水、そんな風に、売り文句も変わっていってしまった。まあよくある話だよね。神のご加護とか特殊な機械を通したとかで売りさばくの。そんな一義を付け加えるだけで数百円のものが数万円で売れるようになるんだし、宗教法人になれば税金も払わなくて済むしね。金儲けのための宗教のはずが、いつしか組織は暴走を始めていたんだ。誰も止めることができなかった。売り文句の浄化された水、それが浄化された世界、そんなものを求めるに至るまで時間はかからない。世界の変革のために彼らが起こしたこと、それは仲間内でのリンチだった。おかしいよね。世界を変える運動を起こすためにまず内部にいる主義主張の違う人間を殺すだなんて。結局そういうことなんだよ。自分と違うものを排除する、それが手段であり目的になってしまう。そんな時通り魔事件が起こった。
宗教関係者は喜んで飛びついたらしいよ。リンチの一件で警察の捜査が、捜査の手が伸びていったらしかったからね。こちらに捜査が向かう前に別の事件を大きくしてしまえ、そうやって人を送り込み、通り魔事件を大きくした。それが例の宗教団体が事件に絡むまでの、まずだよつまり直接関係はないってことか。うん、そうじゃない。彼らは自分のことを追い詰められ仕方なくやったと言うけれど、最初から仕組まれた、組み込まれてたんだろうね。だから都合よく指輪を手に入れて事件が起こった。指輪は赤いのと能力は同じなのか。さあ、なやだ、わかんない。お前一個持ってんだろ、教えろよ。指輪がどんなものか知ってるくせにしぐれくんはそんなこと聞けるね。怖くないの？俺を殺すつもりならとっくに殺せてる。いつか殺すかもしれないよ。少なくともそれは今じゃない。遠くないにしても今ではない。集められる情報は集めたいんだ。全部は教えられないな、ゾンビ。それだけ伝えておくよ。赤い人ってやつか。チアって人はそう呼んでるんだね。あんなのただの人間の出来損ないでしかないのに。ただの人もどき、人間じゃないよ。教えられるのはここまでかな。だってこの会話は盗聴器を通してしぐれくんの妹さんも聞いてるからね。そうか、アンガとな。お礼は産業以上でだよ。お、う、よしぐれくん、それお礼になってないし、そもそも産業じゃない。お礼参りはいつかしてやる。じゃあな。バイバイしぐれくん。ナヤタもこれから部活あるから。そう言い俺たちは別れた。少し日の傾いたオレンジ色の光が窓から差し込んでいる。部活か。本当にナヤタは演劇部に所属してるんだろうか。ふとした疑問が頭をよぎる。あいつは事件に関わり、指輪すらその手中に、手中に収めている。そして事件がどこで収束するかを知っている。なんか目的があるはずなんだ。まあ嘘だろうな。部活は放課後は忙しいと俺を騙していたんだ。何か裏で手を引いていたはずだ。心に積もる疑念はどこまで、追跡できるだろうか。いつか小さな物音一つで大きな雪崩となりそうだった。俺は人が信じられない。ガラス窓に映る自分の姿を指でなぞった。コトリと音を立てて小さく硬い自分の指が重なる。腕に伝わる冷たさは俺を覗く人々の心そのものだった。じゃあ帰ってきたところで今回はここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では次回もまたよろしくお願いいたします。ではバイチー。